いいぞ、ひねらきとぞよ、想定以上じゃ。これがオールフォーワンが残してくれた力か。主よ、なぜだ。元気かね。そいつはギガントマキア、尋常ならざる耐久力を持ち。そんな優しいプレゼントには見えねえんだが、気のせいか。気に入ってもらえるように頑張ろうってか。マキア、いらんぞ、こんな。これはさてと、少し話そうか。ここはノーム、ハイエンド、よりマスターピースに近づいたスーパーノームじゃ。シガラキ以外は初めましてかな。ギガントマキア同様、オールフォーワンの側近。わしの命も技術もこの子らも、全ては偉大なるオールフォーワンに捧げたもの。何も成していないシガラキトムラ。あの日からずっとさ。志村天子君、怖かったね。救いの手を求めて走っただろう。ヒーローが、そのうちヒーローが。もう大丈夫、僕がいる。それまで俺は空っぽだった。君は突然変異種、誰にも知り得ぬ個性が発現し、その手で家族を殺めてしまった。息づく全てが俺をイラつかせるんだ。じゃあもう壊そう。地獄から天国まで見せてやる。まるで子供のエソランごと。ヴィランとは、ザレ事を実践する者のことじゃ。最低限の格は身につけてもらう。ギガントマキア。ああ、まったく長いチュートリアルだったさ。さあ、ジョンちゃん、彼らをギガントマキアのもとへ。よう、未来の王様がご帰還だ。あれから約1ヶ月半、ギガントマキアは依然、死柄木の存在を認めていない。この間、死柄木はろくに寝ていない。ようやく寝た。ああ、あいつ動きはすっとろいんだ。てめえ、なんでミスターコンプレスの電話出ねえ。それは私たちのせいだ。彼は悪くない。誰だ、ギランは。異能解放軍最高指導者、リ・デストロだ。ギランはどうした？目的は何だ？彼はここにいるよ。もちろん生きて。まず彼は解放しない。一応人質さ。無意味な抵抗を称えよう。すでに決起の準備はできている。君たちは名を上げすぎた。戦おう。異能を解放して、これからすぐ私たちと戦ってついえるか、死柄木弔。俺に考えがある、ドクター。よし、転送頼むぜ。ギガントマキアをその11万人にぶつけて戦わせる。ぶっ壊してやる。